プログレス M1 から11のドッキングに向けて、ズベズダモジュール内で、トルシステムを用いたドッキングの練習をするクルートル。システムは、ロシアのソユーズ及び、プログレス宇宙船の手動ドッキングシステム。自動ドッキングシステムクルスのバックアップとして、採用されており、かつては、ミール、サルートに、現在は、国際宇宙ステーション計画に使用されている。トルシステムが、 公となったのは、1997年、プログレス M-34 が、ミールに、手動接近する際にこのシステムが使用され、ミールと激突する結果となった時のことである。これは、トルの改良研究目的のテスト中に起こったことで、あった。トルシステムは2本のジョイスティックを使って、機体を操縦する。左のジョイスティックは、機体の運動を制御し、 右のジョイスティックは機体の方向を制御する。ドッキングする宇宙機にはカメラが取り付けられており、宇宙ステーションからの遠隔操作時に視覚フィードバックを提供する。またドッキングプロセスに影響する可能性のある宇宙機からの音声も操縦者に転送される。操縦する宇宙機がステーションに信号通信遅延がほとんどないほど十分に接近していても、 宇宙飛行士は、トルシステムには、確かな遅延があると述べている。トルのドッキング信号を観測したと考えている。アマチュア無線化もいる。ありがとうございます。